ヒノキマ丸は、丹沢山地西部、神奈川県相模原市と、道県足柄上郡山北町の境にある標高1601メートルの山である。別名、青が竹。新自体で、ヒノキボラ丸と表記されることもある。昼が竹山頂より望む丹沢主猟の山々。右の山が、ヒノキマ丸ヒノキマ丸山頂部。 丹沢山地最高峰の昼が竹から西へ伸びる丹沢狩猟にある山であり丹沢山地で4番目に高い山である周辺の山々と共に丹沢大仙国定公園に指定されている長寮を深々とした船林に覆われたどっしりとした山陽を持つことから西丹沢の名手と呼ばれる5月下旬から6月上旬にかけて山を彩る筒地で近年人気の山となっており 多くの登山者が訪れる。山頂からは東、北西、南西の三方向に尾根が伸びており、東側の尾根は金山屋乗り越し、神の川の越し、薄が竹、昼が竹へと伸びる。北西の尾根は東に伸びる尾根と合わせて丹沢狩猟と呼ばれており、王光街、犬、腰地、大室山へ至り、その先は交渉国境の尾根に伸びている。 南西の尾根は石棚山寮と呼ばれ、手代の頭、石棚山などの山を含む。石棚山寮の手代の頭付近からは、南方向へ起伏の大きい道角山寮が派生し、道角の塔、大石山、雄心へと至る。現在の日の木道丸の名称は、山頂南東面から南流して、黒倉川に流入する、日の木道という沢に由来するものである。なお、こらは、 沢と同じ意味である。地域によって様々な呼び名があり、南西側の中川地域では、山頂西側を流れる、本棚沢より、本棚浦と呼ばれ、北側の神の川地域では彦右衛門の頭や青が、竹と呼ばれていた。青が竹の名称の由来には、周辺に多く生息するカモシカを、青と呼んだためや、遠くから眺めると原生林に覆われた山体が青く、見えるためなどの小説がある。 これらの他に、ヒバル丸や青が丸、本棚の丸などの別称もある。ヒノキ銅丸の標高については文献によってやや揺れがあり、1600メートルとしているものと1601メートルとしているものが存在する。これは、山頂部に三角点が設置されておらず、正確な標高の測量が未だ行われていないためで、あるが、山頂の標識や秋踏み車で発行されている。 登山地図では、標高1601メートルとされている。日の木道丸がある、丹沢山地はすぐ南に、相模湾が一致し、太平洋の黒潮の影響を受ける太平洋、側気候の山地である。このため、関東平野と同様に下記は雨が多く温暖で、冬季は雨雪は少なく晴れる日が多いが、雪の多い年には、山頂周辺で1メートル以上の積雪を記録する。 こともある。ヒノキドーマルの植生は、標高800メートル前後を境に、シーやカシなどの暖音大林から、ブナや水ズナなどの霊音大林に変化する。山頂周辺のブナ林は、東京近郊でも、有数の森林であったが、1980年代より、急速に衰退していった。標高は1600メートル程度でアコー山帯を形成する標高に達していないため、 高山性の植物はほとんどないが、産地性の植物は多く見られる。4月末から5月上旬にかけて稜線沿いに、菊崎市げや小岩桜などの小花が咲き、丹沢の稜線に春を告げる。その後5月中旬までに新緑が山徳から長寮部まで一気に駆け上がり、5月下旬から6月初旬には、筒子の季節になる。この筒子とは、 太平洋側の山地で多く見られる東国蜜葉ツ,ツジと白や潮のことで近年はツ,ツジの名山として多くの登山者が訪れるようになった。7月にはバイケイソウ、8月にはマルバダケブキの花が咲き、9月には紫色の山鳥カブトが山寮に散見できるようになる。紅葉は山頂付近で10月中下旬頃から始まり、11月下旬にかけて徐々に 山麓へ降りていく。ヒノキドマル北西領の小岩桜、ヒノキドマル北西領の菊崎市毛、ヒノキドマル北西領の白ヤシをヒノキドマル、西領の霊温大林ヒノキドマル周辺には、日本ジカ月のワグマ、日本カモシカ、イノシシなどの大型哺乳類のほか小型動物では、日本リス、日本モモンガ、ヤマネ、ムササビなどが生息している。 このうち最も多く生息しているのが日本鹿で登山者の前に姿を現すことも少なくない。丹沢山地全体では現在4000の4900頭と適正頭数を超えた数の鹿が生息していると考えられており、鹿によるキカワハギや下草彩食などの食害が各地で問題となっている。日本鹿、月の輪熊日本鹿も鹿日本律日のドマル北西。 熊笹の峰付近の稜線。ブナなどの紅葉樹の葉が出揃う季節であるが、健全な樹木がまばらで立ち枯れしている木が目立つ。現在、丹沢山地全体で森林の立ち枯れ、衰退が問題となっているが、ヒノキドーマルも例外ではない。かつて山頂周辺は、木々の枝にサルオガセが揺らぐ薄そうとしたブナの原生林が広がっていたが、 1980年代から森林の衰退が進み、今日の山頂周辺の森は少し明るい雰囲気となっている。この森林衰退の要因の一つとして考えられているのが、首都圏から風に乗って流れてくる大気汚染物質、及びそれ由来の山西部、山西栄切である。丹沢山地は東京都心から最も近い山地の一つであり、日の木道丸は、 京浜工業地帯から 50km ほどしか離れていない場所に位置していることから、風向きによっては汚染大気濃度が高い状態のまま流れてくる。過去の上空大気や降雨などの調査では、硫黄酸化物や窒素酸化物オゾンなどが首都圏から丹沢山地へ移入していることが明らかになっている。近年では大気汚染物質のうち、オゾンによる影響が大きいと考えられている。 なお、このオゾンとは、地表近くに影響を与える、大流圏オゾンと呼ばれるものであり、生物に、有害な宇宙からの紫外線を遮断する、オゾン層とは異なるものである。1995年から2000年にかけて、タンザー山地一帯で行われた、大気調査では、樹木への影響が考えられる 40ppb を超える、オゾン濃度が随所で出現していることが、明らかになっている。 また、連続観測では、ヒノキドマル山頂付近において一時的に 100ppb を超す高い濃度のオゾンにさらされる場合があることも示されている。特にブナはオゾンへの感受性が高い樹木に分類されており、2002年から2004年にかけて、ヒノキドマル北西の犬越し地において、オープントップチャンバーを用いて行われた実験では、オゾンによってブナの紅用、 落葉が早まり、成長率が約2割低下した結果が報告されている。ブナハバチの幼虫大気汚染物質や酸性雨による問題と合わせて、日の木道丸周辺で問題となっているのが、害虫によるブナの食害問題である。この害虫とは主に、ブナハバチやブナをャ地ホコによるものであり、食害がブナ林の衰退をさらに加速させていると考えられている。 ブナハバチによる食害が問題となり始めたのは1993年からで、それ以降毎年発生を繰り返し、5月から6月にかけてブナの葉を食やらしている。近年では2007年と2011年が特に規模の大きな発生年であった。このブナハバチは2000年に属レベルで新種として認められた昆虫であり、現在も生態の詳しい調査が続けられている。 一般的に食用性昆虫によって、紅葉樹が腰に至ることは、稀とされているが、ブナハバチの場合は、同じ樹木個体に対して連年大きな被害を与える、傾向が強く、外的ストレスに弱い樹木個体から衰弱腰する例が後を絶たない。コシチラによるヒノキドーマルや、丹沢山を受ける定点観測では、わずかな食害度であったブナの個体が、 連年被害により10年足らずで腰に至っている例が報告されている。また、日の木道丸山頂付近における1993年から2010年にかけての長期調査では調査本数計204本のうち32%の64本が腰に至り、そのうち46本がブナハバチの食害を受けていたと報告されている。 一方でブナーオシャチホコによる食害が注目されるようになったのは2005年の大発生以降のことである。八甲田山や八幡平などの東北地方の産地では約10年の周期で大発生する昆虫として知られていたが丹沢産地においては1917年以来実に88年ぶりの大発生であった。2005年の大発生は 日の木道丸西川の石棚山寮で起こったもので、大規模被害に準ずるものであったが、翌年の2006年は目立つような被害はなく、2007年は、ナなオシャチホコの発生はほとんど確認できなかった、ことから、2005年の大発生は、一過性のものであったと推測されている。大発生の原因としては、2005年4月から6月期の降水量が、例年に比べて少なかったことが、 降雨の影響を受けやすい幼虫に対して有利に働いたことによるものと考えられているが、なぜ88年ぶりに突然大発生を起こしたのかは未だ不明のままである。塔の竹より望む積雪期の日の木と丸。丹沢山地では1990年頃より小雪傾向が顕著となり始めた昨今、地球温暖化が各地で問題となっているが、丹沢山地も同様に、 気温上昇傾向にある。丹沢山地の頂漁部では、長期の観測データがないため、山毒のデータを参考にするしかないが、横浜地方気象台海老名観測点の長期データでは、1980年から2010年までの31年間に、年平均気温が約摂氏1.5度上昇しており、山地頂漁部でも、同様の気温上昇が起こっていると推測されている。また、 丹沢山地では1990年頃から冬季の小説化がより顕著になっており、気温上昇と合わさって山地全体で山肌は乾燥傾向にある。ブナは土壌の乾燥化など水不足に対して非常に敏感な樹種であり、水ストレスによる影響が考えられているのはこのためである。ブナ林の水体地は南向きの斜面に多く見られるが、これは春。 夏にかけて南から吹きつける風によって、水ストレスを受けやすいためだと考えられている。また、このような場所では先日したオゾンの影響も受けやすく、水ストレスとオゾンの複合影響によって、ブナの成長が著しく低下した事例も報告されている。しかし、水ストレスに由来する葉の気候閉鎖によって、オゾンの吸収量が低下し、両者の影響を相殺するように作用した結果、 成長低下が確認できなかった例もあり、一概に水ストレスがブナの衰弱に結びつけられるとは言えないようである。日の木道丸南西の稜線登山道。森林が衰退して日照地となった場所では、丸葉だけ武器やバイケイソウなど鹿の不思考性植物が繁茂することが多い。健全な森林環境下では、故死した後に立ち枯れ状態になった木は風雨によって倒れ。 その倒木を栄養源として、再び新たな木が育つ、倒木更新が起こる。しかし今日の丹沢山地では、植物の採食被害を起こす鹿の増加などによって、森林環境のバランスが崩れ始めているため、倒木更新がうまく行われておらず、ブナが衰退して、日照量が増えた場所では、ササルイや鹿の不思考性植物の丸葉だけ武器や、バイケイソウなどがはびこったり、 山防止や汗びなどの低木が繁茂する傾向が大きい。2008年、日野木道丸周辺で最もブナ林衰退が進行している山頂南向き斜面において神奈川県により行われた衰退調査では調査区域の20%が草地化していることが報告されており、これは1980年代からブナ島の腰衰退が拡大して丸場だけ吹きや バイケイソウなどの草地が拡大したものと考えられている。近年では鹿の食害対策として植生保護用の鹿侵入防止策がヒノキドーマル周辺各地に設置されているが現在も森林衰退の跡地には後継樹木が育たずギャップが拡大しつつある。大きく掘り荒らされた筒子振動古いヒノキドーマルの写真で有名なものに1923年に 発生した関東大震災とその後の集中豪雨により三体一体が表層崩壊を起こした前景像がある。日の木道もあるから昼が竹にかけ植生が失われた白々とした姿は丹沢山系一体に及んだ被害を後世に伝える写真として残されている。その後、ガイドブックの紹介などで筒ツツジの名山として有名となった山であるが、 登山対象の山としての歴史は、他の丹沢山地の山と比べて浅いものである。1950年代初頭まで、日の木道丸周辺は、鬱蒼とした樹林に覆われ、一般登山者の訪れを許さず、長く深山遊国の聖域を誇ってきた。一般登山者へ門戸を開くきっかけとなったのは、1955年に、神奈川県で行われた第10回、国民体育大会である。 国体の登山部門が丹沢山地で行われるに際して、神奈川県は登山コースにあたる比率が竹薄が竹、檜堂丸の丹沢主領の藪払いを行い、その後両線の登山道は多くの登山者に歩かれるようになった。1962年には、白や潮ツ,ツジが多く自生する、檜堂丸西側の塩根に、三北町側山麓からの最短登山路である、ツジ振動が開かれ、 さらに多くの登山者が訪れるようになった。平成期以降は先日した大気汚染、害虫被害などによるナ林の衰退や登山ブームにおけるオーバーユースによる登山道の荒廃が問題となっている。最近の筒ツツジ新道では、筒ツツジのシーズンになると登山渋滞が起こるほど多くの登山者が訪れるようになり、ツ,ツジの根があらわになるほど登山道が掘り荒らされ、 周辺の登山道を管理する山小屋関係者などを悩ませている。1955年に丹沢主猟の登山道が開かれて以来様々な登山道が整備されるようになり一般登山者でも手軽に登れる山となった。しかし山麓からの標高差が大きいことからガイドブックなどでは見客者向けの山として紹介されることが多い。小田急線新松田駅から路線バスで アクセスできる西丹沢自然教室を起点として、ジ神動を登るものが圧倒的に多いが、主な登山ルートとしては次のようなものがある。ジ神道ルート前日の通り日の木道丸登山で最も多く使われる人気ルートであり、その名の通り登山道には、ジが多く自生しているため、ジのシーズン中は平日、休日問わず多くの登山者が訪れる。 筒子振動の登り口は、西丹沢自然教室バス停前から、神奈川県道76号三北富士の線を北へ、少し進んだところに位置する。登り口からは、沢沿いのトラバース道が続き、ゴーラ沢出会いと呼ばれる、沢の都庁店から、尾根道となる。登山道の多くは、樹林帯であるため、眺望は、ほとんどないが、登山道途中の展望園地と呼ばれる場所からは、 西側の展望が明け、あぜが、丸や富士山を望むことができる。筒じ新道上部石棚山両合流点付近は、筒じのトンネルとなっている。自然教室筒じ新道口の神奈川県道76号、三北富士の線筒じ新道登山口、郷浦沢は、出会い県越路経由、ルート筒じ新道と合わせた周遊ルートとして歩かれる、ことが多い登山ルートである。 上り口は西丹沢自然教室から神奈川県道76号三北富士の線を筒子新道の上り口より行きたい進んだところに位置する陽気沢出会いと呼ばれる場所でそこから犬、越島では東海自然歩道に指定された沢沿いの整備された登山道が続く。筒子新道と同様途中に都焦点があるため交互などは注意が必要である。犬腰島は 南側が明けているため眺望が良く、峠の傍らには避難小屋が設置されている。犬越寺からは両線の登山道となり、王光街の手前からは登山道が急になり、いわば鎖場が断続するようになる。王光街檜ノ道丸も筒子が多く自生している。檜ノ道丸の手前は西丹沢の山並みや富士山が望める好展望地となっているが、この展望地周辺は、 森林水田や、オーバーユースによる草地化や、土壌流出などが進みつつある場所である。陽木沢出会い登山口整備された沢沿いの、登山道県越寺からの長望王光街付近の、岩場日の軌道丸から、富士山と五章大山石棚山両ルート、新松田駅発、西丹沢自然教室行きバスの終点手前の、宝木沢公園橋から、石棚山両を経由して登るルートである。 石棚山までは非常に急な登山道であるが、それ以降はやや緩やかな稜線となり、山頂へと至る。この他に、丹沢後半の幻想バス停から中の沢林道、西丹沢県民の森を経由して、石棚山領へ出るルートもあるが、歩くものが少ないため、県民の森から稜線へ登る、道の一部がやや不明瞭となっている。石棚山付近の稜線登山道、 石棚山寮上部には、植生保護用の木道が敷かれている、同角山寮ルート有心渓谷中の有心路地、前にある登り口から、同角山寮を経て登るルートである。有心路地までは、幻想バス停から、黒倉林道を 7km ほど歩く。この黒倉林道は2007年から2011年秋にかけて、トンネル等の補強工事のため通行止めであったが、 2011年11月より通行止めが解除され2013年1月現在は歩行者に限り通行できるようになっている。上り口から大石山までは急な上りが続き、大石山から先は鎖場やはしご場などが断続する起伏の激しい登山道となる。同角の頭の先で石棚山両コースと合流して山頂へ至る。秋踏みの地図では 唯一上級者向けとされている難コースであり、距離もやや長い。黒ク,クラリン道、青崩れ水道黒ク,クラリン道の、スボリトンネル道拡散量と、日の道丸丹沢主脈、資料重装ルート、丹沢主脈と丹沢主領を重装するルートである。登山として歩く場合、1日で同破することは困難であるため、途中の山小屋を利用した一泊二日の工程が一般的である。 上り口の大倉へは、小田急線、渋沢駅からバスでアクセスできる。大倉から塔の竹までは、大倉尾根と呼ばれる登山者の多い登山道で、塔の竹の山頂からはほぼ360度の展望が楽しめる。塔の竹より昼が竹までは、丹沢趣味役の登山道となり、登山者は少なくなる。丹沢山の先からの線は、小立が少なく、笹原となっており、 展望の良い恩根道が続く。昼が竹から日の木道丸にかけては起伏の大きな丹沢狩猟の登山道となり、さらに登山者が少なくなる。大倉登山口展望の良い主脈登山道ビルが竹の西側、三影沢の頭山頂付近の登山道西丹沢自然教室、宝木沢公園郷元層へは小田急線の新松台駅及び古典場線の国賀駅より、 富士急湘南バスが運行する路線バスが出ている。大倉へは、小田急線、渋沢駅より、神奈川中央交通の路線バスが運行されている。マイカーの場合、西丹沢方面の最寄りインターチェンジは、東名高速道路大井松大市、もしくは御殿場インターチェンジとなる。インターチェンジを降りた後、国道246号、神奈川県道76号三北富士の線を経て、 各登山口へ行くことができる。西丹沢自然教室には、バス停の前、幻想では、黒倉林道のゲート前に駐車場があるが、宝木沢公園橋は駐車場が設けられていないため、公共交通の利用が無難である。大倉へは、透明高速道路多い松田 IC が、肌の中インターチェンジが、最寄りインターチェンジである。大倉では、県立肌の戸川公園の有料駐車場が、 利用できるが、利用時間に制限がある。小田急小田原線、新松田駅のバスロータリー五殿場線、国が駅前に下ん沢自然教室山頂東側に、位置する青が竹山荘山荘の左側に見えるのが、甲州トイレ青が竹山荘は、檜の道丸の山頂東側にある山小屋である。1961年に山頂直下に建てられたもので、小屋の名前は、 ヒノキマ丸の別名、青が竹に由来する。期間営業の山小屋であり、週末、年末年始、連休のみ営業している。2003年には小屋の横に有料の公衆トイレが設置された。公衆トイレの使用料金は以前は50円であったが、2012年3月より100円に変更された。ヒノキマ丸東側のヒルが竹山町には、 通年営業の昼が竹山荘があり、北西の犬越寺には犬越寺避難小屋がある。丹沢山地では、日の木戸丸伊東の山小屋の多くは、友人の小屋であるが、伊勢の山小屋はすべて無人小屋であるため、大室山や小物つる山など交渉国、境尾根方面へ重走する際には、新宮や自炊宮などの登山装備が必要となる。大野山北側より望む石棚山寮と、 同格産業を従えたヒノキド丸。マヒノキの南西面は、このような荒々しい山業に見える塔の竹山頂より、見たヒノキド丸と富士山。手前の谷は、黒倉川姫滅より見たヒノキド丸周辺の山々黒倉川。ありがとうございます。